私ふざけてんですか。意味わからんですけど。じゃあやめよ。は？もう YouTube なんで私がやめるんですか。じゃないと誰が連絡するんですか、マジで。お前らにおはようございます。お疲れ様です。今日、社長が夕方来て僕と打ち合わせするんですよ。はい、そこにリリーちゃんが来てくれて、はい、まあ、ただ単にいきなり理不尽にブチ切れる、はい、で社長をキレさせようかなと。最近全然キレ取らんじゃないですか。確かにちょっとあれですよね、ちょっと批判声が多くて。そうそう、批判声があって、ま、真面目系っていうか。で真面目多かったですよね。そうそう、トークとかになっとるもんで、はい、最近ちょっと社長の好感度ちょっと徐々に上がってきてるもんで、ちょっといいコメント多くなってきてますよね。まあ、ちょっとここら辺でね、はい、またバーンって下げてできますか。まあちょっと頑張ります。できます。はい、じゃあちょっと社長夕方キレさせますんで。はい、夕方までバープ、ま、心がもう泣いとるもんね。元気ねえな。いや役割が難しいな、結構な。でもあれだね、もう そろそろでもあっちも先に出たらあれでしょう。でも、ね、社長、はい、社長、どういうことですか、マジで。どうした。この前撮影したやつボツにしたんですよね、私の考えた企画。多分ネイトプール入り口入ってきましたね。入ってきましたね。はい、はい、顔が。マジふざけてんですか。意味わからんですけど。お前って言った。言いました。こいつが絶対怪しい。いやマジこれ笑い事じゃないし、マジで。ちょちょ、もういいって。もう俺ドッキリネタも捕まえろ。いやマジで笑い事じゃない、ドッキリでもない、本気。じゃあ俺もキレ系もまずいって。お前もうやったで。いや別にキレ系とか習ってへんし、マジで。いやマジで何勝手に動画ボツにしてんのと思って、ほんまにふざけてんのと思って。ボツナイトプール俺なんか関係ないでしょ。いや見とって、社長ボツって言ったじゃないですか。そう、それ聞いたんですよ私、テラミスさんから。で僕もまあちゃんに、あれボツになったねって喋っとったら、いや聞いてないよって言ったもんね。まあてっきり僕言ってるもんだと思ってたんですよ。今打ち合わせしようよ、あとでしょ。いや関係ないし、これ大事な話やし。じゃ大事だよ、打ち合わせしようじゃん。関係ないし、だって帰らない話。いやそんなの知らないじゃないですか。ん、勝手にボツにする方が悪いじゃないですか。こんなの動画使えんぞ俺。いや別に動画って、別に動画とか関係ないですし、マジで。マジで動画とか関係ない、ほんまに。マジそういう風に動画とか言って逃げんのやめてくれませんか。だって俺関係ない、ナイトプールのこれ見てもねえもん。いや見たって言ってますよ。見てないって。いや見とったっす。俺居酒屋で、はい、居酒屋で見て、携帯で見れるじゃないですか。で見とったっす、普通に。まだ見せたの。いや自分で見とったっす。要確認とこに入っとったもんで、社長の。いやマジ忘れた忘れたっていつもなんかそんなんじゃないですか。マジちょっと座れ。いや、いいです。あ？いいです。いい、座れって。座れって言った。いいです。いや、マジでふざけてんですかって話じゃないですよ。どういうこと？ふざけてんですかって。いや、マジ笑い事じゃないですよ、ほんまに。あ？そういう意味笑ってごまかすのほんまやめてくれました。ごまかしてないけど、そんなことで怒ることでも何でもなくなるんです。いや、めっちゃ怒ることですよ。なんで勝手にボツにしてんのと思って。じゃあみんなトニータンは知ってるけど、俺だって物も見てないの、はい、俺は。はい。いや、見たって言ってますよ。見たんじゃないんですか。忘れてるだけなんじゃないですか。お前いつもそうじゃないですか。いや見とったっすね。結構でも酔っ払ってたっすね。酔ってたから忘れたなんて、マジでこんなん言い訳。お前なんかボツにしよったかなとか言っとったよ俺。でそういうのすぐ人になすりつけんボツじゃないかなって思ったっすけど。なんか撮影でなんかあれじゃないの、なんかアポイントがあんまり取れなくて、どうなこうなこっちのこと。でもちょっとあんま覚えてない。そんなことで。いやマジそういう風にしていつも逃げてるんですか、マジで。何怒っとんすよ。じゃよっきりボツられたことに怒ってます。いいで一回座れよ。いや座りません、マジで。だけどもう俺の話聞いてほしいんだろ。じゃあ座れよ。座るの聞かんですか。別にここでいいじゃないですか、ほんまに。いつもなんかもうわけわからんこと言うじゃないですか。椅子に座るとか別に関係ないし、椅子に座るとか立つとか今ここではそんなん関係ないし、わざわざ座る必要ないし、マジで。でも社長も多分言ってあげた方がよかったんですよ。いや言ってあげた方がよかったんですよ。何俺が。そう、多分僕から聞いたもんで、また一気で多分怒っとるんですよ、そのボツにしたよっていうこと。俺は言う必要ないでしょ、そこまで。まだ決定権が社長にあるもんで。決定権は、じゃあ上げ一全員に言うの連絡して。そうですよ。これボツにします、ボツにしませんって。はい。じゃないと誰が連絡するんですか、マジで。お前らも一緒に YouTube やっとるやんけ、じゃあ。
回しはいいよお前ら。そんなんこっちめっちゃ気分悪くしたんですけど、在庫がいいんですか。人心もおるだろう、管理もおるだろう別に。じゃあお前らも給料払うって何やっとるんだ毎日。撮影してるんですよ俺。お前社長やって打ち合わせやってお前 YouTube やってお前管理やってお前メールまで全部打つんだろうが。そんなん知ったこっちゃないわって感じで。知ったこっちゃねえじゃねえよ、お前ら給料もらっとんだろう。だから YouTube 出演してるじゃないですかマジで。いやそんなにでお前給料もらっとんで俺に全部連絡までして俺に怒りに来るのじゃん。そうですよ。そんなから簡単に俺が怒られなかったの。そうですよ。でこんな言われ方しなかったの。そうですよ。じゃあ誰に言うんですか、社長しかいないじゃないですか。はちょっと謝ってあげた方がいいっす。言い謝る、なんで俺が謝る、謝らない悪いことしねえ。俺もお前と喋ることないぞ。社長が謝るので帰らん、マジで。おい帰れ、結構あのナイトプールのやつあれですもんね、真面目にやってましたもんね、頑張って。真面目にやっとったかどうか別に俺も責めてないじゃん。これはこっち、じゃあ俺もと自分で撮ったやつも別に映るやつもあるじゃん。まあ生まれてしょって、まあこれなんか年配悪いもんやめようかってあるでしょ。でたまたまそのボツにされたもんでパッて怒れちゃったっていう。そんなことは言い出したらね、キリねえよ。じゃあやめえよ。キリないんですよ。じゃあやめえよ。は、まあ、なんで私がやめるんですか。誰がやめんの、俺がやめんの。はい、いいよ、じゃあ俺やめてやってくれよ。まあ一回やめたから。はい、じゃあやれよ。いや社長、でお前ら企画も考えれへんもん。俺全部やっとるって、連絡までやっとるわけだから。編集者さんも全部やっとるわけだから。いやマジそういうふうにやって自分語りですか。自分語り、じゃあもういいよ、明日からお前らでやれよ。じゃあええよ、その代わりも絶対出てくれって言ってもね。そのいやわかりました。ええんだな。いいですよ。すんで数字落とすなよ。わかりました。もうバカみたいな子供みたいなこと誰でもできるわ。社長とりあえずちょっと謝った方がいいですよ。何を謝るの、あの、ちゃんに。いや、物の言い方変えたら謝った。いや、謝った方がいいです。いや、社長の物の言い方の方が改めてます。ドッキリだもんね、謝った方がいいですよ。だろう、お前ちょっと鬱陶しいな、お前嘘さすがにやりがちに言うのがちょっとやばい。でも最初も絶対ドッキリだと思った。ちょっとまずいかな、始まったわ。いや、でももう近いん。いや、でもそうですよね。いや、なんかもうやっぱりドッキリやなと思われる。分かる、守るじゃん。あーっいつも生きたお前ガエンゾーもあって。いや、でも本気やと、もうガチやって思ってくれたんですよ。いや、まあ、ぶっちゃけちょっとドッキリかなと思ったけど。あ、マジですか。やっぱりまだまだですよ。でも、またこの動画ボツですか。ボツだよ。ボツらしいですよ。じゃあ、あれ何来るの本当に。俺、え、俺本当に行った。いや、行ってないです。じゃあ、本当に興味ないんだって。なんなら別にお前に聞いとるだろ、大体普通。大体そうですね。あれどうだったってね、まあ、ナイトプールに限らずだよな。ナイトプールは僕です。でもナイトプールはこいつが言ってましたからね。そうそう、別に普通にまあどうだったって、あんまり良くなかったっすよとか。はい、あ、どの動画でもそうでしょ。どの動画でもそう。いちいちそんなあれボツにしますとか連絡ねえじゃん。そのこと言ったら連絡じゃん。視聴者また戦えるって。お前ちゃんと使えよ、あれ編集悪かったから、あの居酒屋のやつな。あれもそうだよ。お前何回も俺が打ち合わせしてそこにおるよねって。あれカメラ以外にもおるでな、あれ管理がな。でそこの管理に料理渡してねとか、そこを通しその子に渡してねっていうシーンもあっただろう、多分あれ。はい、多分めちゃくちゃあったっすよ、あれ。だろう。であれ全部使わなかったもんね。使ってないっすよ。何この動画。だってこれもそうだよ。だってあれ、いやそんなことで怒ってって社長思うかもしれんけど、普通に何本も撮ってボツだからね。もう本当に週に10本、10何本撮って、はい、7本でしょ、週。俺も別に視聴者にアンチコメント別にいいんだけど、はい、最近社員からアンチ飛んできてるでね。最初ああいう動画これから負け続けるんですかって社員さんから探ってきますね。探ってきます、はい、いや私あんな練習したのに、はいはい、めちゃくちゃ練習しました。いやうまかった。そう、確かに。ありがとうございます、うん、あれはもう騙されるわ。今ライブが不定期でやるんですよ。まあ、今までちょっと皆さんすいませんけど、水曜日にライブ不定期にやってるんですけど、はい、もう今、あ、水曜日だったやつをもう不定期にして、はい、結構居酒屋でやったら盛り上がったから、はい、リリちゃんも来てもいいし、また、はい、俺今日かなん、まあ、今日はもうだってこれ編集上がっとるで、ね、終わっちゃっとると思うんですけど、そうですね、だけどあの今日もライブやるんだよ。今日もライブやります。それもだってまだ告知してないから、はい、告知するとあの登録しとると出るじゃん。そうです、出ます、うん、出ますね。で居酒屋行って突然俺らって結構さ、あ、まあ、今日飯食い行こうかって飯食った時に、あ、じゃあカメラ回していいって許可出たもんでやろっかっていうのがあるんで、はい、あの見逃さないよ、リリちゃんのあの裸見れるかもしれない。そうですね、たまに見せないですよ。そんなサービスショットないですから、ね、期待しちゃダメですよ。そんなサービスショットね。で、チャンネル登録してほしいですよね。ポンって上がってくる。そうそう、で通知つけるとね、あれ一番いいかもしれない。そうそう、したらライブポーンって出るから。そうですね、そういうゲリラライブにも対応できますね。できるだけ週一がやろうかって言ってるんで。そうですね、はい、で、まあ不定期になる。まあ月一はしばさんみんなになりますね。その時やりますんでね。
月一あ飲むか。飲みます。あんまり荒れるぞ足元。はい。いや僕らもベロベロの状態で。あれも未成年状態になるでしょ。もう服みんなブワー脱いで。チャンネル登録なんかぜひしてください。コメントもコメントね。コメントね。コメントは本当に応援します。リッター可愛いとかね。よく言って。それだけで嬉しい。本当に嬉しい。面白いって言ってくれた。ほんまに嬉しい。チャンネルも伸びるしね。はい。まあ、一生懸命動画作って、まあ、もう10万チャンネル登録マジか、はい、そこからまた一気に成長できたら、ね、企画もまた強い企画もできると思うので、はい、はい、チャンネル登録いいね、よろしくお願いします。コメントもお願いします。また見てね。また見て